おはようございます。ティレット申します。グレートドラキー最強伝説やっていきたいと思います。とりあえずですねまあ頑張りましたよまた頑張る時間を設けました。で、それとは別になんですけど、最近 RPG スクールを掘り出しました。過去のパソコンから掘り出して、なんと作れることが発覚したんで、ここ数日 RPG スクールにどっぷり使っております。編集してないで、 RPG スクールでちょっとさ、ゲームちょっと作ろうかなと思ったんですよ。で、プレイヤーが4つの職業の中から選べるようになるんですけど、戦士、騎士、魔法使い、あともう一つ何だと思いますか？まあ普通に考えたら僧侶とか、そうやって皆さん思うんじゃないですか？無職童貞です！さあやってきました、東道館。前回はですね、モンマスしかできなかったんですけど、ちゃんと、魔法使いと僧侶で、僧侶、戦士、武闘家のレベルを上げたんで、この二人にも挑むことができるようになりました。じゃあ、まずライアンから行こうかな。やっぱ強敵だからな、ライアンはな、うちのチャンネルでは。うちのチャンネルでは、こいつが強いってこと強いことはもうね、すべての白目の大門を制したからな。すべてのね、レジェンドクエストも制したぐらいやからな。あの、赤目ダークドリアムですら倒したぐらいのね、あの強さを誇る王宮戦士ライアンやからな。こんな伝説の魔法使いよりよっぽど強い。さあ、始まりましたよ。お、見て！ほら、挑戦状に自分の腕組んだ書いたお姿が書いてるもんなって、毎回言ってるわ、これ。これ毎回言ってんねんな。挑戦状に自分の腕を書いた姿をね、描いてるもんな。相当強いんやろな、やっぱ。さあ、天空からやってくる挑戦者、ライアン！やばい、来た！目が鋭い！強いんちゃうか、こいつは。まあ、伝説の戦士っていうほどやでな。お供もね、強いやろなぁ、こりゃ。相手に彷徨う鎧がいるということで、出番です。資料の爪。またね、マイナーな装備が出てきましたけどね。うまいこと資料の爪で彷徨う鎧を狙えば特攻は狙えます。そしてお供はもちろんこうなります。HP がね、低くなっちゃうんだよね。ライアンより HP 低いってどういうことなの、これ。いや、ライアンより HP 低いチームが爆弾したように、お、腕組んどる強いんちゃうか。ライアンより HP 低いじゃねえかよ。どうなってんだよ。とりあえずね、あ、もうクロスクロー連打で。さあ、ライアン、こっち向けて刃を向けています。目が鋭いもんな。最先いいね。最高。悪霊の対戦。クロスクロー！ヤッホー！オッケー！特攻取ったー！これはでかい。これを狙ってました。ライアンチームは、うわ、そうなんだよな、受けるんだよな、お前も。ライアンチームは HP が低いけど、火力が凄まじいからな。来た、熟練の技。これ強いよ。痛い、強い！さすが、熟練の技だけあるな。眠らせてやろう。せーの、ポン！ライアン。え、お前寝たの？ライアン寝た、ライアン寝た、ライアン寝た、ライアン寝たよ。俺チャンスだよ。ライアン寝たのすげえチャンスじゃね？お、いいよけ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 。ライアン寝た、主火力が寝るっていうのはね、かなりいい、かなりいい試合運びとなっております。主火力は寝た。よし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 。じゃあ、羽ばたきで、今度は。キーマちゃんの使い方をうまいこと、していきたい。さあ、クロスクロー頼むぜ！いけ！中条先行が来た！さまよう夜に一体クロスクロー！よいしょ！オッケー！特攻取ってんねー。いいねー。おっさん寝てんねー。おっさん寝とるぞ。情けないぞ。このチャンネルではなかなか強いらしいのやからな。おい、ちょっと避けるな、ホイミ。ホイミ避けるな。さすが 15% 回避率。噛みつき！よいしょ！まあ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 。とりあえず次のターンつばぜりやすいっすね。とりあえずダメージレースでは互角。だー互角じゃない、劣勢や。
こっちが使えるレシピはあれしかねえし、こっち避けへんし。872、ギリギリのラインやな。結構ギリギリのライン。そしてここはつまずき勝たないとちょっと絶望やな。ここはつまずき勝ちたいな。でも相手は歴戦の勇者。やるやん。勇者って言っちゃった。はい、ここよ！相手は歴戦の戦士、ライアン。勝てんのか、俺は。こんな強そうな相手に勝てんのか。うわー、ライアン、俺の勇姿を見届けろ！勝ったぜ。またフラフラしとる。今日ライアンフラフラしてばっかやな。ただ HP がこっちやべえんだ。避けてくれ。お、素振り。オッケー。素振りの前に逃げてくれるのはありがたい。超音波ね。超音波！よいしょ！いい感じ。これグレートフルブリザードできないかな。いや、無理だよな。804は無理だよな。804はちょっと信じれない数値だな。たださ、死ぬよな、これ。行こう！俺は信じるぜ。俺は、グレートダイキを信じてる。行くぞ！スタートのゲート、3体合体、グレートダイキ登場！すべてを、凍らせるつもりだ！グレートフルブリザード！ゴー！せーの！いけー！おー！すごい！いったー！よっしゃー！バトルマスターとして戦いになったぞ。これは強い。いや、一発でいけると思わなかったなぁ。いや、グレートフルブリザードで、よく806っていう HP を持ってったね。ギリギリだったんじゃない？かなり。かなりギリギリのラインを持ってったような気がする。よっしゃぁ。さあ、今度はね、賢者の視点に挑みます。バーバラはね、一人でやってきますからね。なかなかね、強気な女の子ですよ。お供も連れず一人でやってくるんでね。さあ、相手チームと言いますか、単身で来たと言いますか、友達がいなかったのでしょうか。さあ、バーバラ来たな。2123。ライアンよりも低い HP やな。こう考えたら。魔法使僧侶どっちでもいけるんですけど、今回は僧侶でやってみようと思います。どうなんだろうね。どっちがいいんだろう。魔法使と僧侶どっちで行くの。お供はですね、こうなりました。必然的にまあこうなるんですけど、また HP が低くなるぞ。バーバルーは高いやろよ、でも HP。バーバルーは高い。うん、バーバルーは高い。よしよしよし。さあ、バーバラ一人で単身で腕を組んでおりますが、大丈夫なんでしょうか。私は不安でなりません、この太ももが。さあ、そのバーバルにね、私は何をするのかというとね、風で、風魔法で攻撃するしかありません。あの短いスカートをね、吹き飛ばそうと思います。行くぞ！あの短いスカートにバギマをかましてやれ。相手はね、スカートを押さえるしかない。いや、全然効いてねえじゃねえかよ。じゃあこっちは？じゃあこっちはどうなんの？バギーはどうなんの？バギーはどうなんの？おい、全然やないか、おい。賢さが高すぎてダメージにならねえ。さあ、月光の問題だ。いやー、食らうか。まあ、ダメージはそこまででもないな。オッケー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 。いや、避けやすくなるんだよな、このせいで。メインウェポンがドラキーっていうことになるね、これじゃあ。あ、よく合ってたね。よく当てたなぁ。じゃあ、つまずりいきます。これのつまずりやる関係上、バーバラは、このターンは絶対行動できないんで、これでかいね。これを活かしていきたい。ダメージレースで言うんだって、削り切りを狙いたいとこっすね。まあ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 。重要なのは勝ち負けじゃない、ここの。さあ、バーバラ一人で来た！うわーん！せりふりってしまったいや、いいんだよ。いいんだよ。あ、何スペシャルカード使った。何使ったの？ミレイユさん、天使の微笑み。おー、誰も食らわなかった。超音波発生？避けられました。
でもこれ最悪のパターンを想像すると、うわこうなるんだよね。バギで確定命中100、バギを捉えた、おらもうスカートめくれねえで、これ。あ、やばい、怒った。バーバラが怒ってる。これどうだろう、ダメージ。ダメージです。大事。却下、よっしゃ、オッケー。三日神裁判官ガードしました。三日神でガードしたが、オッケー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 、却下却下。これでどうだ、これ結構そこそこ入るんじゃねえかな。当たればね、ずはははは。当たればの話なんだもんな。ザッハハハハ、これ勇気逃げされるぞ、このままじゃ。ちゃんと当てないと。回避率 25% は伊達じゃねえな。裁きのイカ寿司が当たればかなりの伊達になるんだけど。せーの、よいしょ、あれくそ、グレートドラキーの圏内に乗せてしまえば。グレートドラキーがさっき800出してくれたから、そこのラインに乗せてくれればって思うんだけど、これきついな。つばぜり合い負けたのきつかったか、やっぱり。うわぁ、つばぜり合い負けたのきつすぎる。このターンだってもう、これさ、これさ、向こうの勇気溜まるじゃん。向こうの勇気溜まるんじゃね、噛みつき、よいしょ。向こうの勇気溜まったらもう負けだよ。バギーでスカートめくって、サバキのイカ土落として、ワンチャン溜まらない説、ワンチャン月光を避ければいいんだよ。こっちも。サバキのイカ土を落としていく、強いね、当たればよかったのに、それが。月光避けありがとうございます。これ月光、月光避けよ。月光避けよ。こっちも避けよ。カイズ見せる、当たってるね、溜まってるね、勇気溜まってるね。ババラ、勇気溜まってるわ。ババラ、一つよ。俺の負けだ。重要なのは勝ち負けじゃない、ここの。重要なのは勝ち負けじゃない、ここの。重要なのは勝ち負けじゃない、ここの。ああ。ああ。まあ。いや、でも全然勝てる勝負だな、これ。詐欺の戦いで呪文がとにかく役に立たないことはよく分かっていただけたと思うんですよ。ということで、まあ、物理で攻めていきたいと思います。なのでね、突風で攻めます。結局風攻めっていう。バーバルに対してやっぱり風で攻めるということは変わらないわけですよね。行きましょう。もうバーバルに対して結局のところ、風攻めをするというね。もうバーバラ嫌やろ。もう風ばっか飛んでくんねんで。ミニスカートに風をね、ふっかけまくります。よろしくお願いします。まあ一体はメラミなんですけどね。まあでも、感覚は普通に勝てる感覚は、一ターン目から何をしたお前は。うわぁ、お、魅力的な踊りですね。ダーッ、女主人公はマーニャに認めるんじゃないよ。さあ、タホラン女神でどんぐらい出る、よいしょ、ドンダッハッハ、プチマなんてやばいって。プチマなんてやばいって。ダメージレースで負けるのは嫌だって。ダメージレースで負けるの嫌だな。却下、うん、できないか。いや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 、一旦目からマーニャここまで効くとはな、劣勢だな。三日神は盾あるんで、プチマなんてはね、却下してほしいところではありますけど。まあでも向こうも SP 剣切ったんで、逆を返せばもうこれ以上の脅威はない。いけ、トップだ、スカートめくれ、おら、よっしゃ、いいぞいいぞ。いいダメージでんな。さあ、竜巻、スカートめくれ、ほらほら、スカートめくれ、ほら、もう結構出んな、結構出る。あれ、思った以上に出るな。で、月光はまずい。月光まずいね。で、こっちは全く避けないのよね。うん。なんでか知らんけど、こっちは全く避けてくれないんだよね。ドラキー軍団も避けてよ。バーバラがあんなにひょ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 避けとったよね、さあ。ダメージです。負けてんな。まあでもここでつばぜりに勝てさえすればいけるんだよ。バーバラは。
よし、行くぞ。ちょっと今日、翼の調子悪いからな。ピタリと止めます。OK! まあ、悪くないだろう。悪くはないだろう。よし、行くぞ、太もも。俺と勝負だ。よし、OK! これはもう勝った。これは勝ったぞ。子守唄、なるほどね。あ、外してるよ。なるほどね。なるほどね、じゃないんだわ。あー、バギを取られた。これはもう勇気逃げして勝ちですよ、素直に。素直に勇気逃げしちゃいましょう。ただ、誘惑のノリで止まってんだよな。だから、これ削り切られて負ける説は濃厚だな、一応。まだまだわかんねえな。削り切られて負ける可能性あるな。そうだよね、プチマダンテ2回でさ、削り切られて負けるまであるな。三日神裁判官、却下してください。お願いします。却下 !OK! ナイス却下。いいね。これだったら次のプチマダンテも耐えてくれるとは思うんやけどな。スカートめくって、もう一丁、風を飛ばして、よいしょ。お、これだったら 538!いけ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 ほとんど苦戦してなかったね。